ちょっとつないでおこうかなっていうね成果があってシャバって出てきますけれども、あの今日朝からずっといてくださった方とかももしかしていますよね。ちょっとずっと座っててお尻が痛くなっちゃうかもしれないから、あのどうですか皆さん、今日朝から来てずっといるよっていう方は両手を上げちゃおうか両手を上げてありがとうございます。いや本当にね、ありがとうございます。今日ねちょっとマルシェの方もねやってたんですけど、まあ、初めてだったんで外でそういうあの食べるものを売って中でライブっていう催しをやるのは私初めてだったので、あのどういう感じかなと思ってたんですけれども、ちょっとねこの場所が通路の方から見えなかったっていうことでマルシェの方にあんまりお客さん出なかったんですけれども、まあ、そういうこともやっぱりやってみないとわからないので、まあ、本当にね今回挑戦してみて、じゃあちょっと場所をもう少し前の方にしようかなとかいろいろ勉強になったことがすごくあってですね、よかったなと思います。本当にいろいろ皆さんやってみないとわからないので怖いとは思うんですけど、怖がらないで、あまり怖がりながらでもいいんですよね。本当に怖がりながらでもいいので、いろんなことに挑戦してみたら、そこからまた新たなことが広がるんじゃないかなと思いますし、あと急には思いついたんだけどさ、うちの次男の黄色い T シャツとさ、風見静香の T シャツの色がさ、全く同じで、どう見てもなんかしーちゃんのスタッフにしか見えないんだけど。ちょっとなんかそこにいますけど。色同じじゃないですか。いや急に今思いついちゃって、思いついたことを言ってすみません。私いつもこんな感じなんですよ。さあいよいよですね、今日なかなか長丁場でしたけれども、いよいよもう最後ですね。風見静香さんね、茨城県から来てくださってね、もう何回目でしたっけ、北上に来てるのは6回目かな、多分6回目だと思いますね。また来てくれてね、本当にありがたいですけれどもね。いやーもうちょっとね、もっとたくさんの人に本当に聞いてもらいたいんですが、最後なんで、もう皆さんちょっと本当前の方に来て、前の2列とか3列くらいで一緒にもう参加するっていう感じで歌いませんか。で最後に終わったらみんなで写真を、記念写真を撮りたいので、ぜひ真ん中の方にこう固まって座っていただいて、ぜひどうぞ。なんならあの本当マルシェの食べ物を売ってらっしゃる皆さんも片付け終わったらちょっと入ってきて聞いてもらいたいなって思うくらいなんですけど、どうですか本当に。桜ホールの中にいて今何もしてない人とかも来て一緒に聞きませんかね。本当にこの中には聞こえないですね、あっちには聞こえてないんですよね。いやもう本当そう、カズマちゃん連れてきて、本当においでって言ってすごいいい歌が始まるから言いに来てって言ってほしいです。本当に一人でも多くの人にね、しーちゃんの曲を聴いてもらいたいと思います。いや本当にね、何もしてなくて、さっきも言ってますけど何もしてなかった私がですね、なんかできることあるかもしれないと思ったのは、しーちゃんのあれ、生きていくだっけ、生きていく、曲のタイトル忘れてるってひどいやつなんですけど、生きていくね、生きていくを聞いた時に、はい、本当に胸がいっぱいになって、もう生きてるだけでいいんだと思って、やめろ、今日生きていく歌わない、あ、今日それからじゃあアンコールを皆さんに言っていただいて、ぜひ歌ってもらいたいな、生きていく、どっかでね、まあ、YouTube とか待っててね、よかったらね、ぜひ歌ってもらいたいな、生きていく歌ってもらいたいな、生きていくかな、聖子さん、そうかな、あれでもやっぱりそうだよ、生きていく聞いたからやって、なんか来ていこうかなと思ったし、あれはちょっと聞いてもらいたい気がするな、生きていくならまた生きて会おうって曲を歌う、ああ、そうかそうか、そっちもいい、あの曲もいい曲なんで、はい、はい、じゃあそろそろ始めますか、すいません、じゃあよろしくお願いします、よろしくお願いします、よいしょ、さっきも言われました、この辺もよかんべって言いますから、もしかしてね、あまり言わないですか、茨城弁でね、いいよって言えばよかんべって言うんですけどね、あ、ありがとうございます、若い子たち来てくれて嬉しい、よかったらぜひよかんべって言ってもらえると嬉しいです、いきますよ、
ねえねえ準備はいいかい？よかった。いいですね、いいですね。今日は来てくれてありがとう。ねえねえ聞いてくれかい？よかった。私の思いのこもった歌をそこらずぐって聞いてくろう。私今の時から決まりました。リサイクルできてる女子の方から小森静香と申します。その辺に座って聞いてください。あ、若い子たち嬉しいな、ありがとう。ということでね、茨城県から、やってまいりました。こうして聖子さんが、私のライブをやりたいと言ってくださってから、もう6回もね、なりました。本当にありがたいなと思います。改めて今日もね、聖子さん呼んでくださってありがとうございます。携帯いじってるけど聖子さん。ありがとうございます。そうそう、してる、してる、大丈夫。はい、ということでね、まあ、生きづらいけど生きてやる系シンガーソングライター、そんな肩書きで活動しております。聖子さんと出会った頃は生きづらい系と、ね、名前で言ってたんですけども、ちょっとだけレベルアップして生きていこうというそんな、言葉を、ね、つけさせていただきました。さっきね、あの中野ひろとさんも、よくいっぱい怒られてきたとか、ね、認めてもらえなかったとかそんなことを言ってらっしゃったんですけども、ものすごく共感でね、私もいっぱい怒られてきたし、怒られてきました。でももっともっとね、人の大事なところを見てもらいたいな、そんな思いでね、作った曲があるので今日はお届けしたいと思います。そうですね、最後まで、残ってくださって本当にありがとうございます。最後まで一生懸命歌いたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。立派になって
敗ばっかうまくいかなくても諦めない気持ちは忘れぬ人でいたい。怖くて足が震えてもいいから、ああ勇気を持って前に進める人でいたい。面倒くさい自分が自分を認め
どうして生まれてきたの？まだやるべきことがあるから生きているんでしょう。自分と同じことを感じている人っていないわけじゃないですか。そう思ったら自分の心で感じていることって大切にしてあげなきゃいけないよなって、そんな思いで書いた、曲、自分のことという曲でございました。次の曲はですね、先ほどちょっとね、トークショーの トークライブの、ね、時にもちょっとお話しさせてもらったんですけれども、あ、すいません、こうやっていろいろやらかすんですよ、本当私はね。あのね、10% で GO なんて、30% で GO しようっていうことで、ね、出たんですけれども、人って本当にいろんなこと言うんですよ。もっとこここうした方がいいとか、ね、それでやっぱ挑戦した人にしかわからないことだよなと思って、そんなね、悔しい思いと言いますかね、私も結構こう、なんだろう、見た目こんな感じなんで、最近ちょっとすごいやっぱ迷ってるんで、私も常に自分瞑想中で自分のキャラもよくわからないままね、こうやってやってるんでね、見た目明るく見えるんでね、見た目っていうか明るくしているところがあるので、あるんですけど、でも本当の自分ってめちゃめちゃ弱虫だし、何よりもこうやって人前に立つこともめちゃくちゃ苦手だし、さっき聞いてくれてた女の子たち帰っちゃったし、そういうのですごい私ってめっちゃ繊細なんで、もう超傷つくんですよね。本当に泣きそうになるぐらいちょっと弱い私なんですけどもね、それでもこの弱小が私だけれども、なかなかこう理解してもらえることって本当になかなかなくて、でもそれでもこうやって、いろんなことを言われている自分をもっと誇りに思うというそんな思いも込めて、作った一曲をお届けしようと思います。聴いてください、笑いも。何にもしてない人は好き勝手にものを言う、失敗を笑う人は何にもしてない人さ。何にも知らない人は口ばっか口
口にする、否定ばかりする人は何にも知らない人さ。一体何をやってきて、一体何を知っている、何にも知らないあなたにかける言葉は出ないや。でもそれでも生きるしかないから生きてきたなっていう感じではあるんですけども、でもそれで生きるということを選んできたから、こうして聖子さんとも出会えて、こうして皆さんとも出会えていて、生きてるといろんなことあるけど、でもやっぱり生きててよかったなってはっきり言えないけど、でもきっとそうなんじゃないかなって、生きてる限りは何も終わってないんで、とにかくどうか生きてほしいな。
そんな思いで書いた曲を、脚本をお届けしようと思います、生きていくことを諦めないで。すごくも
本当はですね、次の曲で最後にしようと思ったんですけども、思ったよりもちょっと私いつもね普段喋りすぎてしまうんで、ちょっと今日カッコつけてあんま喋らないパターンで言ってたんですけども、ちょっと時間がまだ余ってるので、せっかく聖子さんが先ほどね、生きていくという曲のことをお話ししてくださったので、この曲もせっかくなので歌おうかなと思います。ありがとうございます。そう行って、毎日毎日死にたい死にたいって言いながら、ベッドに頭をぶつけてました。大人になってももうさすがにもうなんか死にたいって思うことなくなったって言うとちょっと嘘になるんですけど、でもなんか未だにそう思っちゃう時はいっぱいあって、いっぱいあるけども、一日でも早く自分を認めてくれる人たちと出会いたかったなっていうのをすごい思っていて、私不登校にはなってるんですけども、言って2ヶ月ぐらいだったんですよね、期間で言うと、6月ぐらい、5月か6月ぐらいになって夏休み明けて私は学校に行けるようになってるんですけども、私は時代も時代でそんなに学校に行かないっていう選択肢はそもそもなかったんですよね。私はだからね、お母さんだったり先生だったり友達だったりみんなの気持ちに応えなきゃと思って学校に行くっていう選択をしました。それで良かったと思って、良かったというか本当にそれのおかげで学校生活もね、それ以外は私は、学校に行けなくなったことはないんですけども、それでも、大人になってもなお生きづらさを抱えているっていうところが、ありまして、いろんな不登校生と大人になって出会いました。キラ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 してる不登校生たくさん見たときに、もっと早く自分もなんかこう温かい人たちに恵まれたかったなと思って、全然ねその友達を否定したいとかそういうことじゃないんですけど、でもなんか大人になってこういう環境にいたときに、しんちゃん無理しなくていいんだよって、そのままのあなたでいいんだよって言ってくれる人もたくさんいました。このままでいいのみたいな、本当にこのままの自分で認めてくれる人たちと出会って出会えたことが本当に生きていく理由になりました。聖子さんも本当にその一人で、どんなに私がやらかしても、ね、いつでもいいのよって言ってくれて、たった一人でもそういう人がいると生きていけるなって本当に思ってます。いろんな人がいろんなこと言うと思うし、いろんな人がいろんな考えを持ってると思います。でも人が幸せに死ぬ一番の要素って、どれだけ自分の周りに認めてくれる人がいたからなんですね。お金があったからでも地位があったからでも、そういうことじゃなくて、どんだけ自分に認めてくれる人が周りにいてくれたか。一日でも早く今苦しい人がいるんだったら、自分を認めてくれるところにどんどん行ってほしいなと思うし、絶対にその場所ってあります。絶対にあると思います。ないんだったら、わらざにスクエアに行けばいいね。そうだ。そうだ。ちょっと、聖子さんはちょっと刺激的なところもあるんでね、人によっては、ちょっと刺激が強い人もいるかもしれないんでね、聖子さんがちょっと、聖子がちょっとダメかもなと思ったら、またちょっと違う場所もあるかもしれないんで、いろいろ探してみてもらえたらと思いますけどね。でも本当に、絶対あるんで、私もいろんなこといっぱいあったけど、それでもこうやって出会ってくださった皆さんがいたから、そして今日もこうやって皆さんがうんうんって優しく聞いてくれることがマジで私本当に生きがいになってます。そんな皆さんにもありがとうという気持ちを込めて一曲お届けします。聴いてください。生きていく。苦しんでる、あなたの知らないところで誰かは泣いてる、あなたの知らないところで誰かは寂しがってて、あなたの知らないところで誰かは叫んでる、生まれてこなきゃよかったと思ってしまう日ばかりでも、あなたと
じゃあ、全力で再現しようと思います。っていうやつね、っていうやつね。次の曲で最後になります。ありがとうございます。ぜひね、次の曲が終わったらね、皆さんも分かってると思うんでね、ぜひよろしくお願いいたします。分かんない。いやでも本当にね、こうして毎年毎年呼んでもらえるの本当にありがたく思います。いつ聖子さんにアルサルチョウとか私は思ってますけど全然こうね、今日もね、もっと私が人気者になってね、もっとここもびっちり埋められたら本当にあれだったんですけど、本当に何も恩返しができなくて、申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけども、でもいつもこうやってワルタネスケアの皆さんとか、北上の皆さん、あったかくて、この時間が本当に私はいつも、ああ、よかったって、生きててよかったって、あの時諦めなくてよかったって。歌やっててよかったって本当に毎回思わせてもらってます。聖子さんと出会って、そこに今絵がね置いてあるんですけども、はるちゃんという女の子に出会いました。はるちゃんはめっちゃ優しくて、初めましては私だったのにずっと私の相談に乗ってくれて、ちょうどね打ち上げが隣の席だったんです。いろんな話をしました。すごく人思いで、自分のことよりも人のことばっか考えてる、そんな優しいはるちゃんでした。はるちゃんは一回自殺未遂をして、その時は命を、取り留めて、一回3時間くらい電話をしました。生きてることがしんどいとか、もうなんかそういうレベルじゃないですね、本当にもう。なんか楽しいことがあったら生きていく理由になるんじゃないかなと思って、はるちゃん絶対北上で再会しようねって言って約束をしました。その前に一回オンラインで会おうねって言ってお話し会を二人でしようと思ってたんですけど、また会えなかったんです。はるちゃんとすごい悔しかったです。自分たちできたことはあったと思うけど、でもやっぱり本人が決めたことで、あれちゃんと再会できなかったことは本当に悔しく思うけど、でもこの経験をさせてもらったからこそ、本当にもうなくしてほしくないなって思ってます。なんかこういう言葉って本当になんだろう、残ってる人たちのエゴかもしれないけど、生きてることがつらい人に生きようなんて本当にそれは言えない言葉だなって思うけど、それでもやっぱり生きてほしいなって思うし、自分がどんだけ役立たずだとか生きてる意味がないって自分がたとえ思ったとしても絶対に人を救ってます、絶対に。だからどうか生き抜いてほしいなって、また生きて再会したいなって、そしてこの空間、皆さんと会えるこの時間が私にとっても本当に生きがいになってます。そんな気持ちにありがとうという気持ちを込めて、最後にアコールも歌って、また生きて会うという曲で終わりにしたいと思います。本当に皆様今日もありがとうございました。絶対また生きて再会しましょう。ありがとう。笑うというただいのファッション。
でしょうか。良いですね。改めまして、おたみさん、ゲイ、中間ひろこさん、哲夫さん、そして後藤聖子さん、そしてね、今日もカルちゃんもね、一緒に舞台に上がってくれてると思ってね、最後の曲、忘れてる人いないぞ、大丈夫ですかね、大丈夫かな、そうですね、ひかさんもぜひ、バトルさん、最後の曲、マテルボッカーという曲をね、歌っております。本当に生きてるとね、本当にいろんなことあると思うんですけど、何もない人なんて絶対ないし、みんないろんなことを戦いながら、それでも生きてる人がほとんどだと思います。命を落とした人も負けたとか、悪いとか、そういうことじゃないけど、でも生きてる限り私たちはきっと何にも負けてない。いろんなことあるかもしれないけど、どうか生きてほしいな、そんな思いで最後の曲、皆さんにエールを送って終わりにしたいと思います。一個だけ私自分で言うの忘れてた。私今年でですね、すごいごめんなさい、みんなをステージに上げて本当申し訳ないんですけど、ちょっと時間もあります。はい、すいません、本当にすいません。今年でですね、私もともとね、人前で歌えなくて、本当に引きこもりみたいなやつだったんですけども、勇気を出して、歌だけで飯を食うと決めて路上に立って、今年で10年になります。なんですけどね、はい、10周年ということでですね、10周年記念ライブを、今年の10月9日にやらせていただきます。一応祝日なんですけどね、岩手から北上から東京近いと思います。ぜひね、来れるよという方はですね、チケット代なんと1000円です。安いでしょ。ぜひね、今日もチケット持ってきておりますので、今400人規模の会場に挑戦しております。もうただでさえね、まだまだ全然なんですけれども、今まで400人という規模を呼んだことがございません。なんでね、誰か呼ぶだと思って、そうね、みんなね、ぜひ座って聞いててね、最後までね、まあ、立ってもいいですけど、最後だからみんな立ちますでしょ。いや、いいか、あ、まあね、そうなんでね、もしよかったらね、ぜひね、今日ユキリンもね、今日ですね、立ちますか、もうせっかくだからで、ね、最後だともうなんか疲れましたよね、座って聞いてもね、どっちでもいいです、どっちでもいい、疲れてたらどっちでもいいです。最後の曲、座ってこ、はい、ということで、本当にね、ありがとうございます。ゆきりもね、岩手から来てくださるということで、本当にありがとうございます。ぜひね、来てやってもいいよという方は、ね、よかったら、風見静太郎、人生、見送りに来ていただければと思います。ということで、本当に、すいません、皆さん、言っちゃってたのにね、改めて今日のね、出演者の皆さんに大きな拍手を。そして、彼らの、会場の、皆さんにも大きな拍手を。そして、皆さんもね、今日お邪魔しました。ありがとうございます。こちらの日々、この会を開いてくださいました後藤聖子さんに大きな拍手。ということで、最後の演技お届けして終わりにします。本当に今日はありがとうございました。風見静香で負けるもんか。自分を信じてやりたい。
しいです。とさっきの涙流すやだけれどなんぼなんな状況を悲しく立ち向き決めたらできる、やれる、大丈夫、一人じゃない、笑って違って何がなんでもずっと耐えるって。ということで本日の出演者の皆さん紹介していきます。ライブナッハライブナッハの広場を見おたび天津も、はい、ごめんなさい、初めまして、皆さん。そして、ずっと仕掛けてくれました。なんて呼んでるの、入り川さんだよ、入り川さん。そして、後藤聖子。君も勝手諦めないで、未来は自分で作る。だから、例えこんな不安な状況を、胸はチャンスだ、掴み取るんだ。できる、やれる、好きじゃない、今を見るんだ。願って、描いて、突き進む。もう一度いきますよ。負けるもんかって声を出して、そう、自分はできるとし、出てたそれどんな不安な状況を、私が待つの決めたんだ。できる、やれる、負けがおなかするなよ。笑って、聞いて、楽しんで、ごせーまで。よっしゃ、行くぜって、自分自身に笑顔。もう一度、せーの、よっしゃ、行けるって。よく頑張ってる自分自身に、精一杯のエールを。せーの、よっしゃ、行けるって。急に真面目な感じで終わりますけど、そう、あのままね、盛り上がって終わればよかったですよね。なんかね、でもちゃんとしたいっていうのもあって、はい、のあさとさせていただきます。今日本当に朝からね、11時から、早い時間から来ていただいた方もいますし、途中からの方もいますけれども、本当に最後までお付き合いくださって、本当にありがとうございました。さっきのしんちゃんの歌をとか、はるちゃんの思いを切っていって、もうずっと私も泣いてたのでね、すっかり化粧が取れてしまいました。本当に、ワルタメスクエアに普段来ているいろんな方たちね、本当にいなくなってしまいたい、消えてしまいたいとかね、自称している方たちも、本当に日々たくさん来てますし、そういうお子さんを持っているお母さん、お父さんたちもたくさんワルタメスクエアに来ています。本当に簡単にね、生きていてって、生きてればいいことあるようになって、そんな簡単なことは私には言えないです。私に言えることは、私たち大人がこんな生きづらい社会を作ったんだから、私たちが何とかする。私に言えることはそれだけです。できるかどうかは分からないです。私はやるって言ったからできるかどうかは分からないですけれども、でも今本当に生きづらいって思ってる方たちが生きづらいままでも、笑って生きていける、そういう社会を作りたいと思って、日々活動しています。ぜひ、笑ったねスクエアに遊びに来てみてください。多分今残ってる皆さんね、大体来てくださって方が、でも僕はちょっと初めての方も今いらっしゃって、本当に今それも嬉しいし、本当に皆さん来ていただきたいなと思います。今日は本当に最後まで皆さんありがとうございました。